Thank you.
さあ、星のご飯で朝ご飯を食べます。ちょっとまた保温しておいたので、しっかりふっくらしたご飯になっていると思います。こんな感じ。でちょっとこうパラパラっとしてるので、炊きたてのご飯とはいかないかもしれないですが、はい、今日は、ブリの塩焼き、納豆大好きです、青じそを少し入れてみました。こちらが、こんにゃくとピーマンの煮物。これが、こちらがきゅうりを塩水につけた、お漬物 でこちらの、長芋はだし醤油に一晩漬けたものです。あとデザートにリンゴとブドウいただきます。ま、これもこれも作り置きなので、ただ冷蔵庫から出してきただけで、フルーツもこういう形にしてもう瓶に入れてあるので、こういうふうに小房に分けて洗ってもタッパに入れてあるので、これも盛り付けただけなので、ブリを焼いただけでこれだけしっかりとしたご飯が出来上がりました。あと今日はこの干し芋を使ったご飯、ちょっと一人の時は、ご飯炊くのもちょっと面倒になってしまうので、干し芋をこういった保温ポットで、お湯を入れて20分ぐらい保温することで、炊きたてに近いご飯をいただけることができます。今日はこの干し芋は、同僚の熱湯で試してみました。ちょっとちょうどいい感じなので、この量でいけるかなと思っています。はい、ではいただきます。ご飯いただいてみます。ちょっとね、こう粘りはどうしても洗い流してる分取れてしまっているんですけれど、おいしい。Thank you.